よし。いや、もう師走ですよ、師走。師走です。12月、師走だな。師走だな。選手の。選手ね、ジャパンカップもサクッと振り返る。サクッと振り返ると、あんだけ言うてたから、どれかが来るんですけど。ほんまにどれか来ましたね。でも一番強いドーデュース。ドージャース来ました。ドージャース。グレイのね、グレイ紅白の時に、武豊選手が、こう、騎手がですね。もう気分はグレイでしたけど。天皇賞とジャパンカップを連勝するという、このね、連動ですね。そうですね。では、ただ、あと、2着3着とか言うてないからね、これ。で、今週は。チャンピオンズカップで、なんか平仮名にしたら、こういう、日本一面白い大崎と大ちゃんのね。ちょんとすんなよでした。ちょんとすんなよ。ちょんとすんなよ。いいね。まあ、この人、勢いあるかもたら、M1、準々決勝。準々決勝で敗退ということでね。武豊騎手がですね、ジャパンカップ一番人気で勝った時のチャンピオンズカップなんですけど、2回あって、2006、2016年なんですけど、うん、2着。武豊騎手ですか？武豊騎手は2着、2着です。あ、もう2着決まりましたか？サンライズジパング。なんとこの前野球のプレミア12で、はい、日本ジパング2着でした。ああ、ジパング2着でしたね。2着でしたね。あんなにずっと勝ってたのに、最後に負けるもんなんですね。ジパング2着。決定事項。決定事項。まあ過去2回。なるほど ね、まあ、で、大相撲。あ、大相撲はね、やっぱりね、大関強いと面白いですね、うん、一番相撲協会が期待してるんでしょうね。期待してるというかね、もう公用的にはもう絶対頑張ってもらわないとダメなんですよ、もうサラブレッドですからね。サラブレッドですから、おじいさんなんですよ。おじいさん、おじいさん、これが佐渡ヶ岳。佐渡ヶ岳、本当佐渡ヶ岳。琴桜。琴桜ですね。先代。母の父ですよ。だから、まあ、ロックですね。ロッキーメイビアです。ロッキーメイビアですね。ロックの おじいちゃんは、おじいちゃん、母の父です。だからね。うん、母の父が、もう偉大な横綱琴桜。お父さんは琴ノ若。母の父なんです。ガイアホースの母の父を見ると。ガイアホース。黒船。黒船。当時 JC ダートの時なんですけど、うん、このレース、7馬身差圧勝。黒船。偉大なおじいさんです。黒船強かったですね。そうです。ね、芝の G1 も勝ったと、うん。言ったらもう二刀流ですね。うん、その黒船の冠名のレースが、ね、中京ジブレース、黒船カップ。黒船カップがあるんですか？あ、この前のレース。未熟も。うん、もう黒船でかもしれない。でね、もう一個ね、ドゥライレーデなんですけど、去年3着や。まあ、先週ドゥドゥでしたから、ね、ドゥドゥでした。でこれね、名前はイタリア語でね、最高の後継者、最高の後継者ね。父はね、春2冠のドゥラメンテ。まだドゥドゥですね。でね、春2冠馬といえば名将サムソン、あ、名将サムソン今週死んじゃいました。強い馬でしたよ、ね、天皇賞春は綺麗だ。我々もね、サムソンとなるとやっぱりサムソンクスワダとかサムソン冬木とかね、ありますからね。父は同じ二冠馬です。まあ、ドゥライレーデもだから。ドゥライレーデ。ドゥ。最高の後継者。最高の後継者。なるかもしれない。というところで、琴桜。先代はですね、鳥取県。あ、倉吉市出身。鳥取といえばね、この石破。石破地方創生ですか？地方創生はね、一応、第一義の。竹下登も言ってました。あ、言ってましたよね。まあ、まあ、同じ島根。今回、地方馬が出てます。ミックファイヤー。ミックファイヤー。これは、あれですか、ミックホーリーが火投げるみたいな。火投げるみたいな。まあ、まさにこれ、ファイヤー火の玉ですよ。ファイヤー言ったらね、こういうポスターで自民党のポスターで昔あったんですよ、うん、こういうの、うん、大仁田敦、現役大学生、現役大学当時43歳です。これこういう越境タックですよね。で今回ね、ミックファイヤーの鞍上を見ていただく、わあすごい、ルメール、ルメール、まさに越境タックです。これ、これすごいですね、うん、越境タックですね、うん、まあそのインディーとメジャー、はい、メジャー、そう、インディーとメジャー、長野正弘とサブー、サブーみたいな、あの時もね、うん、びっくりしましたけど、注目の地方は、地方はこれね、南関東三冠馬、実績はある。南関東三冠。三冠馬。東洋太平洋チャンピオンが世界王者に挑むみたいな感じですか。あ、沼田義明。一個連動。こう前日ね、土曜日、チャレンジカップ。京都メインレースですか。あるんです。チャーですね。チャーです。ありましたか。2018年から。馬連が枠連。いずれから連動してるんです。馬連が4回、枠連が2回。馬連、枠連、馬連、馬連、馬連、枠連と連動してるんですね。土曜日のチャレンジカップの結果を見ていただいて。というところで、もう今週も大富豪が。大富豪ですね。いや、もうこれは。私たちはもうすごいビッグネームです。継承略でいきますけど、マイティーの上。ね、うん、これ引退会見らしいですけどね、馬場さんの横でね、なんかレフリー転身した。自らレフェリーになるって言って押し切ったという、実は真相が、そうやったらしいんですけど。選手名鑑とか見てたらですね、はい、海外遠征むちゃむちゃ多いですよね。おもう
もう世界中ありとあらゆる国名が出てくる。ほうほうほう、国を覚えたんですか？国を覚えましたよ。ニューカレドニアなんかね、原田知世の映画より先に覚えました。ニューカレドニアでプロレスしてるんですか？そうなんですよ。レバノンとかね。レバノンでプロレスとか怖そうですね。もういろんなところでしてますね。最後サマーソルトドロップ、ね、やっぱりサンセットフリップですね、なんかあの晩年のね、あの全日本プロレスしか知らない方も結構おる。いやもう全盛期は、ね、IWA 世界チャンピオンですからね。世界チャンピオンですよ。今アンドレザジャイアントの親友という。そうです。あ、そうそうそう、アンドレザジャイアントがあの、一番心を許した。まあ、フランス語は喋れないんですけど、なんか通じるらしいですね。通じるらしいですよ、これ。なんかね、新日本プロレスが嫌いやったんでね。あ、そうそうそう、前日に来たんですよね。そうそう、どっち選ぶってなったら、あの消去法なんですよね。まあ1個しかないですけど、豊登りから先導悪口、悪口を聞かされた、聞いていたという洗脳教育されたんですね。アントニオ猪木はダメだみたいな。でアントニオ猪木聞いたら、よう考えたら豊登りの方が悪かったんですよ。そうですね、一つの一人の意見で惑わされたらいけないという、いけないというのを、ね、知りました。まあでもよかったんじゃないですか。あの国際プロレス潰れた時、あのね、サムソン冬木が、当時冬木博道が本当にもらってた時に呼び寄せて、そうですね、いろいろ呼び寄せて、もうね、はい、一人前にしたの、井上さんですもんね、偉大でした、ビッグネームです、大阪の人ですからね、大阪の人、江夏豊か、そう、大阪学院で江夏豊か、多分ね、同じ空気を大阪学院大学高校で第二代校で吸ってたというね、こう江夏豊かとマイキー井上という、ね、ジプシー城の公的種、ジプシー城ね、放浪の狼と、これも放浪です、ジプシー城ね、いやこれは、日曜中京の一レースに、ね、そうそう、この人出るらしいですね、この人出るらしいんで、棚橋っていう、あれ意味どういう意味なんですか、棚橋ってね、まんまでしょ、まんまなんですか。あ、それとですね、はい、うちの公営競馬の川口記者が、今週末から金沢競馬の YouTube チャンネル、綺麗なお姉さんさんに従え、すごいですね、従えというか、それって金沢に行くわけですか、行くみたいな、なんで、あの温泉使ってええもん食えるわけですよね、食えるわけですよね、うん、まあちょっと見てあげてくださいというところ、また、これから頑張りましょう、頑張りましょう、あと1ヶ月、Adiós.